イエーイ、キノコの山が勝ったぜ。というわけでキノコの山勝ったんで、今回はね、みんながかくれんぼに参加できるようにフレンドコードを晒したいと思いまーす。ちゃほかお前、今回はそんな生ぬるい動画じゃないぞ。今回はみんなに説教というかな、注意喚起動画や。みんなフレンドコードは晒さへんからな、この動画で。まあ、本来のサムネはこっちですよ。うん、今オカリンは非常に怒っております。まあ、ということでですね、私の普段の企画の動画に参加してくれているベテランさん、まあ、みんながよく知っているような参加者がね、何名かいると思うんですよ。まあ、名前は挙げませんけどね、ここでは。ほんで企画に参加するには、まあ、ツイッターを通さないとダメなんやけど、そのツイッターでベテランさんにね、なんか俺のフレンドコードを教えてくれとか、なんかどうやったら参加できるんですかとか、クソリプとかを送っているやつがいるらしいんですよね、初見さんで。まあ、それが結構前々から続いてて、ベテランさんが非常に気がめいっているということで、ついに私に相談ではないな、俺がたまたまツイートを回ってきたのを見たんですよ。でそれでいろいろ巡っていったら、ベテランさんのほとんどがなんかこう嫌な思いをしてたということで、今回注意喚起ということでこの動画を撮っております。まあ、今回何を伝えたいかっていうと、まあ、ベテランさんに変なことをお前ら送るなっていうことです。フレコ教えてとかね、変なリプなら俺に送ってこい。まあ、フレンドコードとかは教えへんけどね、参加した人にしか。でじゃあツイッターの方にも固定ツイっていうね、ツイッターを開いたら一番上に出てくるところに参加方法を記載してあるんですよ。それを読まずにそのベテランさんとかに変なリプを送るやつはもう当選させようとも俺思わへんからね。だってさ、その固定ツイで一番最初に目に入るやつを読まれへんやつがルールを読めると思うか。スプラトゥーンの企画でさ、まあ、初見さんをね参加させたいっていうのは俺の優しさでもあってさ、新しい人ともやってみたいなっていう気持ちから初見さんも参加 OK ってことにしてるから、まあ、できるだけそういう変なねマナーのない行動はしていただきたくないですね。まあ、こっからは個人的な話やねんけど、俺の企画に参加してくれてる人で俺の動画を全く見てないっていう人がねたまにいるんですよ。うん、できればね俺の動画を見てくれてるファンの人と俺は一緒にゲームをやりたいなって。まあ、例えばさ、漫画読んでないのに有名な漫画家さんやからサインくださいって言ったら、その漫画家の人絶対嫌やん。なんで読んでない人にサインあげやなあかんねんってなるやんか。まあ、俺も一緒でさ、動画見てないやつとなんで一緒にゲームせなあかんのってなるよね。まあこれはとある漫画で出てた内容なんやけどね。まあというわけで今回はこれぐらいですね。みんなもね、ツイッターでベテランさんに変なリプとか送るのは今後一切ないようにね、そういうリプ送る人はベテランさんから聞いて参加せないようにね、抽選から除外しますんで、そこんとこみんなよろしくな。というわけでマナーを守って楽しくスプラトゥーンをやりましょうということでした。バイバイ。